写真拡大。京都大商店 G2 10日阪神。俊敏な動きが7歳の年齢を感じさせない。宝塚記念5着以来の奇跡は6日立東坂寺でワイドファラオ5歳オープンを追走して半馬身先着。軽く仕掛けて 4F52秒8 から38秒3から12秒5をマークした。辻野氏は先週先々週とコースで負荷をかけているので手応えも楽だった。夏にリセットさせた分気持ちのスイッチが入りづらくなっているのかなと思うけど、確実に良くなっているし自分の仕事を理解していると納得の様子だ。最後に勝利したのは17年菊花賞。約4年もの間勝ち鞍を上げていないが、それでもその中で G1.2着が4回と上位をにぎわしてきた。体の張りは若々しいけど競馬では勝負どころで置かれたりする。それでも一戦級と戦ってきたし、阪神は安定しているイメージもある。19-20年の宝塚記念2着など1423と好相性を誇る舞台を歓迎する。ゲートが5分なら競馬も組み立てやすくなる。なんとか一つ勝ちをつけてあげたい。まだまだ元気いっぱい G1 馬の